こんにちは、京本です。今日はヘアメイクのお話しますね。ヘアメイクでは、大阪と東京と、それぞれに私が実際にカタログを作るときに、ヘアメイクさんとカメラマンさんをお願いするんですけれど、その、ヘアメイクさんお二人、東京と大阪とそれぞれにいらっしゃるんですけど、その方たちに、継続レッスンで私のところでモデルのお勉強をしている人たちに、直接、どういう風にしてやってるか、その順番も見せてくださるし、コツも教えてくださるっていうレッスンをしています。そこでは、本当にもう下地から、ベースから、アイメイクから眉の整え方から、本当に細かい細かいことを一つ一つ、このコスメを使うといいですよみたいなお話も含めて教えてくださってます。やっぱりママがそこまでヘアメイクをしっかりと、されている方って割と少ないので、子供のメイクをどうすればいいのかな、これでいいのかな、これでいいのかな、あ、やりすぎた、濃すぎた、ちょっと足りなかったな、なんかこう物足りないヘアメイクになっちゃったなとか、でよくあるのは、このまつげを上に向けるっていうのがすごい難しくて、こう金具で挟んで、子供たちはちっちゃい時にそれをキュッキュッってやられて、キャーやだー、もうヘアメイク大嫌いっていう風になっている方もよくいます。中学生ぐらいになるともう自分でヘアメイクもしてっていう風にだんだんなってはいくんですけれど、それまではやっぱりママがしっかりと、ヘアメイクをしてあげるってことが多いですよね。だから子どものメイクをどこまでするかっていうことがすごい難しくて、それをいろいろ細かいことまで教えていただきます。でこう眉は眉マスカラを、ちょっと髪の毛より明るい色で、軽くこういう風にして整えて眉マスカラを使うと顔が明るく見えるとか、あとは黒目を大きく見せる、アイラインの引き方とか、なんか普段なかなか聞けないような話を、どんどんしてくださるので、ママもどんどんもうメイクもし、メモもして、それから携帯で、動画も撮って、そういう風にして学んでいってもらっています。ヘアメイクは難しいけれど、うまくいくとすごい楽しいし、すごい可愛くなりますよね。はい、今日のお話が良かったと思った方は、良かったと思った方はいいねボタンを押してください。よかったらチャンネル登録もしてくださいね。ありがとうございました。